取れた取れた。ちょっとしたことない。今日叩きたくないのよ。なるほど。裏の母材炒めるから。これをうまく使えば、こうちょちょちょっと直して。使うことできるんだよ。確かにね。本当はね。
イロットにしか見えないパイロットトップガン機長張り替えが完了しましたので続いてはこのつなぎ目だったりとかをねバテ入れていこうと思います。いやー終盤に差し掛かりましたよこれ。もうちょい頑張りましょう。交換に一番ベストなのよこの差し付けって。これのために師匠がこの差し付けっていうのを発案したっていうか。ほらすごいやりやすいでしょ。一回引くわ、失敗しちゃった。おお、すごい綺麗ですね。おはようございます。下地終わりましたよ、クォーター。パネル取りね、こことここで繋いで、はいはい、サフェースは今、研いでます。はい、今日でね、こいつ研ぎ終わったら一回車掃除して、はい、もうこの本体、塗っちゃおうかな。綺麗になくなる、ね、綺麗になったね。なりましたね。だから、一緒にペーパー掛けしない。はい お疲れ様です。マスキング入ってますよ。午前中ダッシュとペーパーがけ、ね、ペーパーがけして、そう助かったよありがとうございます。まあ明日塗るんだけども、はい、あの今日はねマスキングして先のこの黒いサシの部分、はい、こことここか、あとドアか、はい、を先に塗って明日そこマスキングしてボディ本体塗っちゃおうかな。なるほど。そうだから先にもうマスキングを終わらしちゃいます。はい、めんどくさい大変な作業だと。おはようございます。おはようございます。相当だね。
まあ、このね、800番でもう一回ボディをこうね、細かくこう、トイレチェックしながら次は脱脂して、いよいよ色入っちゃいます。ドアはね、まだ塗ってないですよ。あの、リアドアとフロントドアで、それは、あの、後日つけてから塗ろうかなと。はい、多分ね、あの、色も色だからブロックずつ塗ってもそんなに分かんないかなと思って。パールホワイトだったらね、まあ、間違いなくつけて塗んないと、あの、パールの量とか変わっちゃうからちょっと気を使うんだけど、この色は多分大丈夫な気がするんで、まあ、自分を信じてブロックごとで塗っちゃいます。とりあえず今日はこの中のフェンダーと、フェンダーまで行っちゃうんですね。行っちゃおうかな。おい、大丈夫かな。多分大丈夫。俺が塗れば大丈夫。他の人が塗ったら塗り方変わっちゃうから、若干の誤差出ちゃうから、極力俺が全部最初から最後まで塗るようにするんで、はい、ちょっとそれ信じてやってみます。はい、どうですか、ガラス、いい感じですか。ガラス、いや、ガラスっていうより、はい、マウロアの社長の伊藤さん、何ですか、元気ですか。出た。知り合い見てますか、シリーズですね。いや、なんかちょっと界隈でざわついて、はい、ラミサーさんから、はい、ただ、マウロアさんの社長の伊藤さんがちょっとやきもち焼いちゃった。
俺も見てんのに、なんで言ってくれない寂しそうだった今度会ったらじゃあ絶対言いますねが物を言うね。あのリフもああいうやつつけてるよ。ああいい。強くないスピード。どうしてオーバーボールしちゃう。ええ。GBA。バッチリですね。まあ、残りのガラスはちょっとあのフィルム施工してもらうんで、まあ、後日っていう感じで、はい、先にドアをつけてきます。はい。
ドアつけました。ね、大変だったね。すごい大変でした。塗装も無事終わってね。はい、塗装も終わったわ。塗装。ね。あ、ん？リードさん。あれ？ん？あれ？この間ね、ここら辺全部塗って。そうですね。昨日ドア4枚塗りました。そうだね、塗ったね。何したんすか。いやちょっとあんまり、はい、俺の下地がいけてなくて、はい、若干歪んでたんで直してます。とあと塗りが、はい、俺の塗りがちょっと下手でちょっとムラになっちゃったんで。ああ、まあタンクですからね。ちょっと塗り直します。まあ右もなんだけどね。右もちょっとね、俺の見落としでね、ここが若干へこんでたんだよね。でここは下地してたところなんだけど、はい、まだちょっと低かったんで、はい、いや直すかなと思って。はい、振り出しにちょっと戻ります。納得いくまでちょっとドゥーンということで。そうなんです。やっぱね、気になっちゃったらね。いや、わかりますよ。気になっちゃいますよね。そう、あのなんか許容範囲をちょっと超えてたんだよね。いや、これくらいだったらそんな大丈夫かなっていう度を超えてたから。あ、はいはいはい。こんな感じでまだ直します。これ、はい、で今日中に塗ります、はい、だからね、昨日赤外線でずっと温めてたの、はい、塗ってからね。もう塗り終わった瞬間に直さないとダメだって。その前に気づけよっていう感じなんだけど、あのクリア塗ってツヤ出てからじゃないと分かんない時結構あるんだよね。ありますね。そう、難しいね。そんな感じでちょっと頑張りますんで、はい、こういう時もあります。あります、全然あります。うん、はい、はい。何俺そっちが引っ張るよ、まっすぐこう引っ張るのか。お、閉まっちゃう。閉まっちゃうの難しいね。こうか。いや、それだったらそこバンってかかるから、うん、そう、こういう感じですよね。はい、やり直しました。とりあえずサフェーサー、いや縮れるんじゃないかなと思ってちょっと心配したんですけど、ギリギリ大丈夫そうでしたね。とあと右側か。いやなんとか終わったけど、いやこれがなかったら今日磨きたかったんだけどなとか思ったんですけど、まあなかなかうまくいかないもんですよね。まあリアゲートはある程度組み上がったんで、まあ、今日の夜塗って明日から磨いていこうかなと思ってます。で磨いたらもうどん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 パーツを見つけていきながら下回り塗装の準備って感じになります。ではそんな感じでまた明日。